エーテック。じゃあ今月も頑張っていきましょう。はい。エーテックです。本日インタビューさせていただきます、元プロバスケットボール選手、現パーソナルトレーナーの本田正美です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では自己紹介をお願いします。西本潤と申します。今30歳です。担当業務は営業職をしております。就業年数は、今で3ヶ月です。よろしくお願いいたします。名前が奥村俊介と言います。36歳です。今は営業職をしています。この会社に入りまして10ヶ月が経ちました。それでは会社についてお伺いしていきます。はい、創業をどれくらいになりますか？はい、2008年に創業しております。事業内容は？はい、留学生や、日本に滞在している外国人の皆さんの、派遣であったりだとか、しております。どこの国の方が多いですか？そうですね、ベトナム、フィリピン、インドネシアで、最近多いのがやっぱりネパールですとかバングラデシュというような西アジアの方々が非常に多くなっています。経営理念は？経営理念は新商必罰という、ちょっと難しい言葉にはなるんですけれども、しっかりと頑張っている人たちにはしっかりと評価をして、あまり頑張っていないと言いますか、言い方は悪いんですけども、そういう方々にはやっぱりそういったそれ相応の評価をしていくっていう、ポリシーといいますか、経営理念となっています。先先の顧客層は？顧客層はやはりアルバイトになりますので、工場ですとか、あとは、飲食店、私が直接、携わっているのが介護、介護施設というような、就業場所が多いですね。それでは外国人の方とお客様をつなぐような、はい、そうですね、もう間に入ってお客様に対してその留学生、外国席の方々のサポートをしながら、お客様のサポートも同時に並行してやっていくっていうことをしています。会社でこれだけは負けないこと、はい、自社のグループで、派遣会社だけでなくですね、グループで日本語学校であったりだとか、あと短大、介護の短大であったりだとかっていうところを運営しておるんですね。ですんで、その我々のグループ内で学生から、就職っていうところまで一社で、完結ができるっていうところが、他の派遣会社さんとは違って、誇れる場所ではないのかなとは思っています。会社に来られてからの流れというものを教えてください。はい、メールの確認を朝来てからします。今日の予定をざっと確認した上で、午前中に、していくことが多いのが、時間帯にはよらないんですけれども、求職者、外国籍の方の面談に入ることが多いです。はい。で、お昼からですね、派遣先に訪問行ったりだとか、テレアポですね、をしたりだとか、逆にそれが午前中に来たり、午前中にやっていることが、午後に来たりっていう前後はあるんですけれども、ざっくりそういったことが多いです。で、その中でテレアポから、商談にアポイント取れたところについては、お約束させていただいた時間に訪問するっていうような流れにはなってます。もともと人材派遣の職種でされてますか？っていうわけではなくて、私はもともと地方公務員をしておりまして、税金関係の仕事をしておりました。なぜこの仕事に？市役所っていうところでいたんですけれども、よくを言えば安定、ただこうどんだけ頑張っても評価をされないって言ったらあれなんですけれども、心象筆罰できるものに対してはやはりそれなりの評価をしていただけるっていうところが、今の自分の考え方に合ってるのかなっていうところが、すごく魅力に感じて、入社いたしました。現在営業スタッフの方は何名いらっしゃいますか？6名になります。はい。年齢は？30代が最も多いかなと思います。上は何歳ぐらい？40代前半になりますね。ボーナスは出ますか？はい、ボーナスは支給されます。ではスタッフを教育する上で心がけていること。やっぱり
まあ、派遣法と入管法っていうのが関わってくるんですけれども、やっぱりそこに法に触れないっていう部分が非常に重要にはなってくる仕事なので、そこに対する理解を深めていくっていうところはまず心がけていることですね。本田雅美の丸×質問タイム。イエーイ。残業がある。どうですかね。あるっちゃありますかね。はい。視点の移動はある。これは望めばいけるとは思います。実力主義でどんどん昇級していく。あ。社員旅行などイベントがある。イベント。会社は今後もっと大きく成長すると思う。実際こう僕が入ってからもかなり人が増えているっていうのもありますので。もう身近に数字といいますか、こう人が増えているのでもう大きくなっているんだなっていうのを実感します。では会社を一言で言うと、を書いていただいてもいいですか。はい、それではお願いします。はい、ズバリじゃん、異文化の異だと思ってもらったらいいと思います。やっぱりいろんな国籍の方がいっぱいいまして、まあ、日本人はもちろんいるんですけど、いろんな文化の方々がいろんな話をしながら、いろんな学びがあって、いろんな楽しみ方があって、やっぱりいろんな文化が交わることによってさまざまな話ができて、アットホームな雰囲気が築けたりだとかで、別に悪い意味ではないんですけども、そういった意だと僕は思っています。そんな会社だとは思っています。はい、では最後に今応募を検討されている方にカメラへ向かってメッセージをお願いします。普通の会社に入って経験していくようなこと以外のことが経験できると思います。営業という職業ですけれども、その営業以外のところでいろんな外国人の人とコミュニケーションを取りながら一緒にやっていく仕事なので、すごくチーム一丸となってやるので、やりがいのある仕事だと思います。また達成感もすごくあると思います。ですのでご応募お待ちしてます。応募待ってます。あなたの会社の魅力を引き出します。求人動画なら日本アドカスト。